スクワット上達法をお教えします。スクワットをやるときに多くの女性は、初心者さんの女性は初めてスクワットをやるときにしゃがむのがすごく怖かったりします。どういうふうな足幅でしゃがんだらいいのかなとか思ったりとか、担ぐ位置ですね、バーが背中に当たって肩に当たって痛いなって思われる方がいます。さて、スクワットですけれども、まずバーの担ぐ位置を考えます。ハイバーなのか、それともローバーなのか。ローバーはね、少しテクニックがいりますので、これはですね、また次回でお伝えします。ローバーの場合は僧帽筋に乗せるという感じなんですけれども、まだトレーニングし始めの女性はその僧帽筋に乗せるっていうのがなかなかできないと思います。それからスクワットを向上させるための秘密アイテムというか道具があります。スクワットをやるときに必要なものが3つあります。1つベルト、そしてもう一つがしゃがむときに膝ですね、膝のサポーターがあるといいです。そして三つ目がスクワットシューズ、もしくはスクワットシューズがない場合はプレートを置いたり、かかとのところにプレートを置いたりとか板を置いたりしてハイヒール状態にするとスクワットがしゃがみやすくなります。いかがでしたでしょうか。ぜひ試してみてください。